Nanya win. Round 3, fight. Oryuken.
ああ、はい。じゃあランバとハングロ、ハンゴロやりますんでね。じゃあエントリー皆さんお願いします。お願いします。エントリーカウンターでやってます。Yeah.
ああ、はい。じゃあら、エントリーまだの方お願いしますね。そろそろ開始します。大会開始します。エントリーまだの方はお願いします。はーい、エントリーまだの人いる？ちょっと確認していくよ。
やるよー。今日は、何人だ ?2、4、あ、ともだまだ、ロー、ハーと、ジュニー、ジュシー、ジュー、17。じゃあ、8かな?はい、ハーで。とりあえず暫定。フィッテシティ。まだ動画始まってないんだよね。あ、でもあと12秒か。はい、こんばんは。今日はスパ 2X 第3土曜日ニュートン東西線形式でございます。開幕から見てる人なんているの？あ、いるー。こんばんは。マジか、ハデさん開幕から待ってくれてましたよ、この配信。激圧の圧ですよ。虎柄、ヒョウ柄ありますよ、これ。はい、というわけで、本日東大戦形式。私はすでにもう4杯飲んでいるので、動きめちゃくちゃです。もう今日はね、もうね、一つエンジョイぜ。どんな勝ち方、どんな負け方であろうと、最後までスタイル。これがヒデスタイル。というので、まあ私は楽しくやっていきますので。なんで東大戦決勝ですね。どう決めようか。リーダー決めて取り合おってもらおうか。か、あれだな、機械使ってやるやつはね、ちょっと忖度混じるんで、忖度混じっちゃやべんで、どうしようかな。誰にしようかな。あー、クレジンさん、参加?はい。100円。18人。ハデさん一旦保留。あー、誰と誰にしようかな、トリアーノ。どうしようかな。そうね。ちょっと拮抗してる感じを見て、個人的な意見で言っていいですか。今日のリーダー、ちょっと私が指名させていただければと思うんですけれども、いろんなしですかね、皆さん。じゃあリーダーを私が2名呼びますので、カウンターに来てください。ハイジンと坂本、両名来てください。カウンターに、ハイジン、坂本、来てください。私の独断で決めちゃいました、リーダー。すいません。はい。なんか二人とも熱い試合をしてくれる、拮抗する二人だと判断して呼びました。というわけで、すいません。お酒4杯入ってるので、すいません。お酒飲みのざる言だと思って、すいません。東大戦です。東大戦形式18人なんで、まあ1キャラ持ちかな。まあ、でも、あれまあメインでもいいし、サブキャラ使ってもいいし、まあ合計使う人は5000円出してねという感じで、まあ取り合ってもらえたら、大体メインキャラなんで、あ、これおじいちゃんです、長州さん。それ以外は、まあ見ての通りというところで、まあ 1P2P のじゃんけんをしてもらって、でそこから 1P、先取りじゃんけんして、そのまま 1P2P 取り合っていくという形でやっていきましょう。というわけでお二人よろしくお願いいたします。はい、チーム分けして順番まで、あ、順番どうしようかな、とりあえず決め合うところまでお願いいたします。まあ 1P2P 9名ずつ。はい、ハデさんは覗いてください。今ちょうど18人いるんで。はい、友田さんはいずれ来ますっていう感じですね。よろしくお願いします。
ちょっと待って、あのね今日4杯飲んでる。あ、でも待って、おー、なんで友田さんと逆なんだよ俺。死にかく。おい、そろそろ友田さんと同じチームがいいよ。毎回殺されてるんだけど。ワンピース良くねえか。いや、よくないよくないよくない。おい、俺無理だぞこれ。4位チュンリーはね、いやこれね、ちょっと僕のちょっとね仮説があって、ベガチュンリーは圧倒的っていうね、ちょっと組み合わせなんじゃないかなってちょっと思ってて、あ、圧倒的の先はちょっと僕ちょっとあのピーっていう音がね入っちゃうんで、圧倒的ピーみたいな感じですね。ちなみに僕の7年間のベガチュンリーのダイアグラムはチュンリーが 2.5 くらいです。はい、まあ、なのでその辺も汲み取ってチュンリーベガは 7.3 は絶対ないです。それはいろんなチュンリープレイヤーからもやっぱ聞いております。7はねえと、7だったらもっと圧倒的な試合になってると間違いない。ああそう、 WTOそう、WTO 一本ずつ取り合うで、最後が WTO だとお互い死にかく、死にで、そう、あのね、ちょっとね、よだれ垂らしたくなるんですよ、キャラさって。で、俺ね、毎回言うんですよ、まあちょっとすいません、今日はね、お酒4杯入ってるんで、僕負けた瞬間に僕はね、言いたくなります、キャラさって。そのうち怒られますね、きっと。うまい。あー、ダブラリでライマン。あー、噛み合わない。はーい、皆さん集合。2キャラ？あれなし？あれって？あ、1ビジョンマッシュ。あー、なるほど。あ、そうね、それもありかも。じゃあワンピースよくね？じゃあワンピース良くなっちゃうでしょ、ダメでしょ。はぁ、やるか、やるしかないね。はーい、の試合終了。みんないい大人だから協力してね。じゃあ和骨、はい、 1B 側メンバーいます。トモダ、ウネ、フジヌマ、カワシム、ハイジン、バイパー、コテ、マツキヨ、クレジン。 2P 側、長州、おちゃる丸、デレロー、タコ様、小江戸、スギ、ヒデ、坂本、中島。まあね、キャラさんのせいだけにはね、したくないとは思いながらやっぱ私はやってます。なんだかんだ言いたいこと言ってるのにというね。でもね、実際ね、ベガチュンリーね、チュンリー側でやっててね、難しい。本当に。ベガ側にね、触れるのが本当難しいなっていうのが正直な意見。2キャラ？ 2 キャラ？そうっすね。一人にキャラ持ち、エキシビジョンなし。だ、出たい人早く出ちゃってくださいね。うん、でかい人？出たい人ね、うん。エキシビジョンないんで、片方がね全滅したらもう終わりなんで、
早めにね、やりたい人は出る。はい、じゃあやりましょう。同キャラ話、出たい人から。同キャラはな、S キャラはベスキャラ、はいはいはい、XS ベスキャラ1人にキャラ、合計は5000円くらいかな。はい、2周というか2キャラ持ちだからエキシビジョンはなしだから、動画映えしたい人は早く出てねってこと。インスタ映えでもいいよ。はーい、じゃあやりましょう。ワンピーが我こそはという人座っていいです。スーピーが我こそはという人座っていいです。おい、XS は別キャラ。え、マジ廃人さん先方次、はい、お手やりましょう。はい、スタート。はい、今日はサンドじゃないっす。さあ、では皆さんこんばんは。はい、では本日は8月17日、ハイナの日。ハイナの日ってなんやねんっていうね。なんだろう、今日何の日だろうね。まあとりあえず一人にキャラ持ちの東大戦形式。ワンピー側はハイジンザンギ、ツーピー側は次 S バイソンとなりました。さあ、ぐるぐる回るバイソンに対して、さあ、その如意棒は危ねえぞ。噛み合うと、あ、ダイダイ、あーあーあ、え、え、何今の。え、ちょっと酔ってるんで俺行っていいっすか。1キャラ目、はい、こんばんは、川島です。さあ、ヒデが出てったんで、川島マイク変わりました。さあ、ヒデなんと DJ ですね。ヒデJ ですね、これね。さあ、しかし、ザンギ DJ はね、結構いい勝負なんで、さあ、どうなるか。さあ、前ジャンプから中キックとかいったら、ね、油流勝手だろ。さあ、スライディングの前がいまいち分かっていないヒデ。さあ、エアスラ。さあ、残念ながら、飛行剣よりね、果てしなく弱いですね。これどうでしょう、コテ君。いや、これは見たことないんで、ヒデさん、ひどい。どっち勝つと思いますこれ。一本もう取ってますけど、ハイジン君が。あ、いや、これ、あー。さあ、ヒデJ頑張って。さあ、一本取れるのか。あー、スライディング、ちょっと分かってきた、間合いが。あー、やばい。はい、まあ、ハイジンさんもね、あ、ハイジンさんは。死んだか。おアイエンさん温まってるんでね、さっきヴァンパイアハンターやってたんで。ガンガン飛んでますけど。さあ、ヒデなんとか一歩取り返しましたね。あ、スライディングいいですね。間合いで だいぶ把握してきたのかな。あーちょっとね、あの先端を当てるのがね、ほんと強いんで。はいはいはい、あー、これちょっとまずいですね、これは。はい、漏れてる。さあ、ダブラリが出ない。漏れてる。さあ、やっと出た。先端重ねて、エアスラにかかるけど。さあ、もうこれきついさあ、いけるのか。ここはワンチャンありますか。ザンギはワンチャンで、あー、はい、ここはヒデがエアスラ。最速で友田さんが座りました。さあ、友田くんがバイソン。さあ、あ、チュンリー。なんとヒデのメインキャラであるチュンリーですね。俺が見せてやるよ。
そんな感じのテンションで颯爽と入っていったさあこれはね、チュンリーだいぶ有利に立ち回れる対戦なんで、はい、さあ多分、はい、いけるかな。とりあえず上から覆いかぶさって投げる。それとたまに下段、はい、下段元気っくが強い。裏に回ってこう回って肘ってパンで落としたらうまいな。あー漏れてる漏れてる。あれは何でしょう、釣りのマシンガンですかね。いや渾身のガッツポーズですよ、渾身のガッツポーズ。ガッツポーズなんですね。あれね。あそうです、そうです。かなり腕震えてたんでかなり力入ってました。かなり力を込めたガッツポーズ。はい、そうそうそう。あなるほどこれはちゃんと球打ってますね。ガッツポーズではないです。いいね。さあもう一回ガッツポーズが見たい。あれもガッツポーズですね、今のね。そうですね、あれはあの大パンね。さあ、ピョンスコ飛んで投げるさあこの動きは。さあ、開幕前と噛み合ってチュンリーが勝って、画面端に連れてかれたのは DJ。 さすらはガード、危険を察知して下がって気候で転ばして、とりあえず投げる、逆側に投げた、ね、気候を重ねて、さあ、球の打ち合い、ゲージが先に溜まったのはチュンリー。さあ、どこで飛んでいくか、ヒデ。とりあえずスラで、あっあっと、おガード。あこれは、はい、さあ、華麗に成敗された儚い命、ヒデージ見てましたよ。あー、キャラさん言いたいだけ。いや、渾身のガッツポーズ見てましたよ、マシンが漏れてたんで。タコマジ？タコ様のベガです。タコベガ。タコベガどうなんだこれ。やれんのか。おい。あいいよ。はい。あー気候転。動画じゃん。あー来たね。来た。はいはいはい。あー最大。ダブルアップル。あ、こんばんは。はい、X ゲーマーさん、こんばんは。やばい。投げ返した。さっきと言い合ってた一緒の気がする。はい、うまいよ。なんか垂直して投げられそう。来たねえぞ、それ。あ、うますぎる。はい。はい、はい、はい。はい、あ、来たねえ、これ。背中切り的エスケープ。あ、やばい、これだよ。お、うわ、お、惜しい、惜しい。あ、いいよ。あ、やばい。空対空。ナイフガード。やめろ。投げて、何回投げて、受け身がない。あダブル2で削っていった。お互い見ましたね今あーやばい、これははいはい、下段ゲンガード、しかし飛行圏やばいぞ、中継飛行、中継飛行、投げて投げて投げ返し、やばい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 、あさあ汚ねえぞ。さあ友達チュンリどう止めるのこれマジで。さあ小江戸さんが何で行く、ベガス界の小江戸さんがバルローグそう、まずかフォークフォーク。さあ面白くなってきました本日の東大戦。いいですね、今日はかなり声が皆さん出ております。いいですね。トマホークが投げられて、受け身、トマ取って、上へ対空、ま、トマホーク、うまい、あ、投げれない、あ、はい、こうこれね、やっぱ回せないときついんですよね、このキャラ、ね、当たり前ですけどまあ、トマホークはガード。さあ、円柱ゲームをうまく使っていく立ち回りであるが、やはりしがみ中継、上台通して投げる。いや、ダメでしょそれ俺、激おこだから、激おこぷんぷん丸だから。あでもね、5000円だったら別に2週間に1回だからいや、ダメダメダメいや、ダメダメダメ2週間に1回ですよ。あのね、おいよ、あ、うまい、あ、二度と削りにはいかないか、円台系円台系打撃系。さあ、肉弾戦だとさすがにチュンリ有利だぞこれ。さあ、うまい、コリカムやった、もう一回高めは前ジャンプいかない、これは冷静に。おっと、飛行点くらい、ガード、ガード片を、
あー、いいですね、今の三角はいいですね。さあ、当たった。おー、トマホーク。チャンス。あー、読んでる。あー、投げられない、ね、まだわからないぞ。あーと、フォーが出ない。あー、痛い痛い。あー、トマホーク。はい。あー、投げ、おーマジか。回していた最後の最後で。あ、タコさんも久しぶり。いや今ね、さすがにチュンリーなでかくですが、いやいやいや、コテ君意思表示はっきり。あ、じゃあマイクお願いします。喉がやばいです。うね君よろしく。はいはいはい、じゃあタコ様がマイク持ちますわーと。さあ、ワンピー側は、カワシムザンギですね。なんか色が違うような気がしますが、いや、これちゃんとメインカラーですよ。あ、メインカラーなんだ。へえ、いつの間にか黄色になってたのね。知らないで。おいおい、フォーク無敵技重ねてもカイトマーク、はい、台足でお釣り入れて、うん、ぐるぐる回って、ぐるぐる回って、お、遠大系に台足。とりあえずね、立ち回りはね、お、なんかね、相中になってんな。え、ダンス、あ、ダブラリとトマホーク。そう、おーっと今立ち合いキックに当たって、さあ台足で焦がしてから、まあトマホーク読みで回して回して、読みでからダブラリ取って、これは逆に回された。あー、なんかやろうとして、さあどうなる、こっから。お、よくガードした。さあお互いもう同じ残り1ドット、冷静にガードしている。うーん、どうしようかな。あーっとちょっと画面も止まってしまいましたね。こっちの画面が止まった。あ、消えてしまった。この状態からでも入れる保険があるんいや、まあなんか昔の筋肉マンみたいな感じになったな。いいところに止まっちゃったよみたいな。あー、あーって、これね、腕がね当たってくれればよかったんだけどね。さあ台足でこかして、おー、ローで、あー、これちょっとこれを狙ってた。今多分ファイナルやろうとしたのかなってところですけども、ちょっと間合いが遠くてスクリューになったっぽいですね。あ、タコ様、これはどっちが、これどっち有利なんですか。まあ、立ち回りはまあ個人的にはまあザンギの方が有利だとは思うんですが、やっぱり一回攻められた時に、溶かされた後にジャンプショーパンから、 あのフォークのジャンプショーパンからの2択、はい、要は投げに行くか、あのフォア、はいはい、あれに突っ張っちゃうと、もうそう死んでしまうという。あとね、ザンギ使いってね、結構ねハメ精度がね、あ、鈍いから、鈍い意外と投げ返そうとしてもね投げられたりとかっていうのがあるんだけども、まあここはカワシムさんの勝利ですねと。お、ここでデレローが何で行くのかな。これデレローさんどうせ S サガでしょ、知ってるよ。S サガ、あ、ブランカだった。おー、ブランカも使うのね。なんかヒデがなんでやねんって後ろで言ってるけども、そんなに喋ってんだったら普通に実況すればいいじゃないですか。だってね、うん、だからやばいって言っても喋ってるじゃないですか。ね、だって 4杯でしょ。いや、タコ様あれではロング缶3本だからね、量で言ったらまだヒデの方が少ないはずだよ、これ。タコ様、早くこれを解説してください。ああ、ごめんなさいね。とりあえずね、ブランカなんな、ああ、今のはですね、ローリング読みで、おお、やる。これはキャラ差よりも連動の差が出てますかね。とりあえずね、あのね、ブランカーもね、ザンギ相手にはそんなにいけないから、ほんとじわじわやる、まあこういうの下ったらよくない。よくやる、よくやる移動投げです、あれが、カオテルさんがよくやるやつ、うん、あとはね、ブランカー、あーっと、やばいの下ってしまって、まあ今スクリューミスかな、しゃがみタイパーになってましたが、とりあえずブランカー側はね、ほんとジャンプショーキックとかやってもザンギを近づけないようにする感じ。はい、でもこれ体力差ついちゃうとちょっと、あーっと、余計なマイステをしてくらって、お、あー、だからそう、ローリングやると、そうだ、あー、でまたリバサローリング読みで、あー、大橋、さすがに大橋、さすがにね、お、はい、噛んでいく、いい噛み、ただ早かったね、今のめちゃくちゃ早かったですけど今、うん、一噛みしかできなかったんですよ。いや、あーっと、これは、おっと、今なんですか、今のは軽ダリが出なかったかな。あー、なるほど、うん、まあ、ザンギ側もあのね、ローリングガードしても攪拌が何もないっていうのもあるので、あーですね、とりあえず重ねに行った感じですけど、うん、ケーラリが出たら打ち返せる、ケーラリが出てれば打ち返せるですね、ケーラリ出てればもう確実に OK。 あさて、そうそう、ブランカ側はとりあえずザンギを端に追い詰めれば OK。 そうですね、うん、さあ2
逆にブランカが端に追い詰められて、おいいチョップで落としてからの大石引っかかって、大石落ち着いてガードからローリング、ローリング当たっていいですね。わー、リバランが刺さった。リバランが、コパンも連打してたけども、コパン連打したところに、はい、あ、コパンで一応止められるけど、うん、ダメだった感じですか。多分まあその合間なのかな、あとはまあ超高速で打つしかないのかなみたいな、サウネー X バイソン、あ、X なんだ、 S じゃないのね。一時なんか溜めてるイメージがあったけども。さあ、ウネはですね、はい、ゲームマオなんで、実は、はい、ウネ実はゲームマオなんで、あ、はいはいはい、頭が働いてないだけなんで大丈夫です。またそれ別なのね。そうそうそう、頭と体は、体と頭が別のところにいる状態でいつも対戦してるんでこれ一緒になったらね、すげえ強いんじゃねえじゃん。いやでも多分、おお、ああいうチョッケーでしたね今のは。こういうところがちょっとやっぱ馬尾なんですよ。馬尾ね、分かんなかったと思うんだけど、うん、実は大パンチ、大パンチはリバランで、リバランでヘッドは華麗にすかされる。そう、結構ねこのねブランカ相手にはヘッドねすかしちゃうとね、中足ローリング入っちゃうから、まあその後攪拌あるからあれなんだろうけども、ただやっぱりねこれ、本能でボタンを押しているいつも通り、はい、逃げる逃げる逃げる、本当に本能だなさあ遠距離から、あそこは前捨てで追いかけてからリバーランなのかな。まあ、あとはまあじわじわ後ろにいて溜めっぱにしてローリング届けますか。うん、ローリングには届くか、あれクレイクレイジー反対側行っちゃったら、とりあえず後ろに入れっぱしてローリング、大ローリング、はいはい、が一番いい。いやダメか、当たっちゃったら大パン入っちゃうから、当たったからの、そう、かかんないから、お失礼しました。ここでおちゃる丸、そう、おちゃる丸になってんだよね、いつの間にかね、おちゃる丸残儀、あ、NHKなんでおちゃる丸になったのかなみたいなところもありますが、これちょっと人的に、はい、あれですね、キャラのことが喋れないですよ、人のことばっかりになっちゃう、あまり有利不利とか言えないです。おお、ここはスクリューが入る、しっかり膝が噛み合って投げに出た、うん、あのタイミングだったらしゃがみ台パンとか間に合いそうな気もするけども、まあそこら辺はやってる人間のあれかな。あ、うん、ただまあウネもガイル使ってるからしゃがみ台パン対空残儀に対してはね、リフトで、あー、 なんかあとピヨってしまって短波が刺さる。短波ためすぎだろお前、結局ためてんのかいっていう、短波ためすぎだ、さすがにお前。さあ第3ラウンド、はい、ため、はい、痛いのが入っ て、 入ってヘッドで切り返せた、うん、アントビができてなかったかな、運がいい。さあ飛びに困って、おお、リバサでヘッド出して、結局もう一回ヘッドをこすって、対空が相打ち、お、ここは相打ちだけども痛い、対空クレイジー。さあどうする、さあ飛んで逃げた、おーっと短波に、あっ、今の間合いだったら投げ返せてたはずだけども、やられてしまいましたね。短波ためすぎだからそんなことになったお前なんで言えボタン使ってたなんだよ今投げできなかったよくわからん、食べるのはお前だけだよ。さあとりあえず 1P 側まだ行ってない人がいたらどんどん行っちゃってください。お、あれか、いい加減行かないと、うん、ここでクレジンが X リュウ、なんかダルシム以外使ってるとこ見たことないから、僕も初めて見ました、初めてか、はい、さあいっぱいガッツポーズ、ガッツポーズ、ガッツポーズ、はい、投げられる。さあすでに画面足、昇竜拳、大昇竜拳、さあ波動打って大足が対空になった。こういう立ち回りはちょっとダルシムっぽいところだね。昇竜拳先天ではない、きっちり消して、はい、飛びにかかって投げられて、お、何もしない、お互い何もしない、様子見してファイナル、やっていきますね、もうファイナルするしかね、別にファイナルじゃなくてよかったけど、まあそうそう、全然ファイナルじゃなくてもよかったんだけどねくるくる回る、くるくる回って、お、大愛刺さってからのちょっと高めだけども、上が噛み合って落ち着いて、画面柱が落ち着いて、まだ先天ではない先天は難しい、全然カス当たりだけども、まあ当たってくれればええやろみたいな。あっと、おー、飛び方多分スクリューがミスって、お見よう、まあ大昇竜拳、今のもアトミックスープリックスのミスかな。まあここで普通にスクリューが入って死ぬと、はい、完全
全に飛びの飛びからスクリューの方が減るんで完全にダメでした。ワンピー側まだ行ってない人、藤沼さん、バイパーさん、小手、松木代さん、さあ早く行かないと1ラウンド取られたら指名されちゃうぞ。いいのか、うん、指名されちゃうぞ。あ、松木代さんが行きました。え、何でいるんだ。はい、あー、松木さんの剣、はい、X 剣、個人的にサガット以外使ってるところ見たことないんですけど、あらば。あー、てかさっきでも DJ 使ってた。おお、でもここはあえて剣でいくと、昇竜剣サガット使いなんでさすがにです。ぶっちゃけサガット使ってる時よりもアパカワで揉まれた。ボディーからの揉み、今のもファイナルミスかなみたいな。おっと、膝が当たったか、昇竜が出て、はい、引っかかる、引っかかる、もう一回。バニシング大好きだな、バニシング大好きだな。さあ4回目、さあ飛びは来て、反応に空中引くと、怖っ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 、おーっと怖っ怖っ怖からのスクリュー。お互い様子見で、あー、対空ならない、あーっと飛んでしまったが、波動引っかかって、ここ踏んでしまって、もうこうなると厳しい。やっぱ何やろうとしたんだよ。今度はなんかバニシングじゃなくてスクリューが出ていたみたいな。残儀使いあるあるですね。なるほど。バニシング出そうとするとスクリュー出るし、スクリュー出そうとするとバニシングが出るみたいな。ああ、今のちょっと早すぎましたね。あれ膝が困るんですよね、うん、ビオラして。特にしゃがみぐらいで、おお、3段ポン、ダンダンダンって入って、もう画面端は厳しい。おっ、でも台足を転ばして、ああ、おっ、あれ、これ、ああ、厳しい。普通に昇竜拳、さあ、もう一回バニシング。いや、シャドウは飛びには引っかかっちゃいますね。さあ、なぜか長州さんがなんか遺言のように青サイの出番だと言っていますが、青サイさんは今日はいないんですけどねみたいな。何喋ってる。急に喋って急にどうしたのかなみたいな。ああ、そういうことか。そう、俺が青サイだと。実は長州さんは青サイなんです。なんか今日の残儀青しかいねえじゃんっていう話もありますが、もうさあひたすらシューキックばっか。お、いい、あれ、青サイチョップ。さすがに、さすがに勝利で切り返されました。まあ、まあ、ただ長州さんの残儀うまいんですよ、本当に。あ、おーっと、青サイチョップがナップチョップになったが、勝利の忘れミスって。あーっと、あ、できる。できますね。あそこで軽打に出して飛びから全部食らってしまいましたね。さすがです。さあ、連キャンジャンプからの飛びはガードサイズ。さあ、大足が刺さって、大足、今度はきっちりお釣り入れて、対空は難しい。いいですね、こういう大足の鋭い残儀は好きですよ。あー、回って回って、さあ、回って、はい、きっちり対空。そうそう、今の間合いだとあの青サイチョップにならないけども、はい、まあ、竜巻だったから落とせたみたい。おー、できるー、ガーンと繋がって、あ、あ、なんかすげー連打してるけども何にも出なかった。何も出ない。いや、うまいっすね、松木さんが。さあ、あと 2P 側は、あ、青サイ弱かった。お、青サイが悪い。2回、2巡目の次、さすがにここはメインキャラのガイルを出してきましたね。サブなんだ。サブキャラのガイルですね、これ。いやいや、タンパ冷めすぎじゃないからいいんだよ、こっちがメインでしょ。あー、確かに、なんかあのガイル使ってんのにタンパ冷めてる説がありますね、このガイルは。ちょっと手元ちゃんと見ておきたいですね、こっから見えないけどね。あのバーサスだったらね、あれね、手元のね、あれ映せるけども、わかんねえ、パンチで食べてるかもしれないよ、これ。まあソニック出たからね、うん、はい、サマーで切り返した。お、いいサマー。あ、ちょっと遅かったけども。今のソバキャン様。なんか長州さんがなんかソバキャン様ですごいなんか盛り上がってましたね。お、大足。いや、でもそんなソバキャン様をやるのに定評がある。
やる状況は結構普通のサマーがソバキャンサマーになるなんかそれガイルが使ってあのなんか有効なのかなみたいな、ソバキャンサマーは。あーまあウネが一番おー強気、やるやんやるやん。おそろそろじゃあ、ここでコテがマイクを離して俺がやってやろうじゃないかと。サブキャラのエッサガとかですかね。サブキャラのエッサガかな。あ、これはアオリーに負けて X10 になったのか。まあコテがな、他のキャラ使ってるのあんま見たことないですが、まあ X サガットであれだけの立ち回りができるとなると竜でも。おお、このねサマーうまいね。さあ体力は若干、あーっとここで体力リードされて、なおかつゲージを持たれる。こうなるとガイルはちょっと厳しい。ソバットにファイヤーが当たって、あんまりソニックも打ちたくないよ。おー、いいですねやっぱり。お、ちゃんと竜巻をサマーで蹴ってめくりが当たって、めくりから3段でちょっとめくりは飛び越えてしまったが、ファイヤーハードとソバットが相打ちで、まあもうこれだけ体力リードしていれば治療しも刺さって、ただまあゲージ貯められるとちょっとめんどくさいから、そこをどうする。おお、また今のもあれかな、ソバットキャンセル。あーっと下くぐれなかった。でこれを食らってしまった。ただまだ体力リードはしているので、ただあんまり波動ガードしてると追いつかれちゃう。さあまあ崖の竜が上がれ0ドット。ああ、ダイヤシは良くなかった、危なかった今。あーっと、もうゲージが溜まっていてぶっ破されたが、あー波動を打たれてしまった。ここで坂本 X 剣、なんか最近剣を使っているということで、しかもお互いがメインがまあ X サガットっていうところもありますが、お、いい台足。こういう対決は面白いですね。さあ波動、波動でここで、おお、早速打っていく。まあただ体力リードしているのでまあいいのかなぐらいな。お、飛びが当たって、さあ波動キャノンでやっぱ打つね。おお、歩いて投げ、ここで体、あーっと波動を下って、お、いいダイヤッシュ。あー今ただあの前でね、おーおー、相打ちだったけどもビルが残る。あの前で出っ歯が出てても削り切れてなかったから、まあしょうがないのかなみたいな。さあリバサ昇竜で転ばしてファイヤーハード当たって、当たって、こうなると剣は厳しい。おお、タチコパンが対空になる。なんか意外とね、竜のね、タチコパンとかしゃがみコパンってね、あの昇竜化けで出るときあるけども、結構飛び落とせるときがあるからね、なんかいいよねみたいな。さあ残りもう一度と、お、いい、台が入ってから、お、膝で掴んで殺しきる。まあこれしかないってとこでしたからね。さあ第3ラウンド、あー昇竜出ない、結構サガット使いは昇竜出すのがうまいイメージがありますが、今はちょっと出なかった。ほほほ、対空で先、あれ大キックでしたね。さあこれで剣側が体力リードして、飛びが入って大で、おお、波動で死ぬと。
さあワンピー側はあとは藤沼さんとバイパーさんがまだ出ていないが、まあでも2巡目で行きたい人がいたら行っちゃっていいんだよっていう。あ、来ましたよこれ藤沼ザンギですね。結構サブザンギの人が多い。さあここで藤沼ザンギが何を見せてくれるか。とりあえず回ってゲージは貯めた。さあ台足でこかした。おっと今ダイエットからのファイナル行こうとしたがいけなかった感じかな。さあ台足でこかして、おーっと今のもまたちょっとミスって普通のもみになってしまって、なんかそれしか狙ってないのかなみたいな。あ、やばい、ここで体力逆転。あ、藤間さん危ない危ない。おお、ここは冷静に勝利出しましたね。あ、危ないって言ったじゃん。危ないです。危ない。あ、飛んで、あ、飛びから、さあこっからどうする。お、ちゃんとしゃがんでからの勝利。今結構ピオリーチだったから怖いんですよね、昇竜出すのも。相打ちになってもピオっちゃったりするから、なんか変なやつが目の前うろちょろしてるから。あー、あんなこと言ってたらピオって噛みつきに。藤間さんリアルでも噛みつきそうだね。そんなキャラかなみたいな。さあ第3ラウンド、なんか飛びがハードに噛み合って大足使ったけどガードになる。あーっと軽ラリだったから当たって、あーっと軽ラリが出ない。あおーっと昇竜で切り返した。これはちょっと画面端は厳しい。あ、でもなんか昇竜が出ないですね、なんか今日は坂本を。いやー、うん、あーもう本当だから、もうこれしか狙ってないんだから、さっきからこれが藤間さんです。やっと出たわー的な。もうこれで、まあ、ここはもうあれですね、もう中島さんはもう当然あのキャラでいくでしょう。あのキャラでねえ、もういやでも藤沼さんは本田戦得意なんで、なんかあるよって声が聞こえるけども。もともとあの中島さんは本田を使ってらっしゃったので、あ、さあ行きたい方だよこれは。もうもう行きたい方だよ。もうちょっと厳しい画面端。さあ地獄好き、地獄好きを。さあおかま、そう、それすら許してくれない。そう、回ることすら許さない。あ、相打ちになったけども、もう吐いて、もうこうなるともう吐いて、うん、さあ藤沼さんこれでも生き生きと思います。生き生きと、あ、ダイナマイトパンチ。そうそう、意外とね開幕は張り手に対してね、ザンギが大パンでね相打ちとか、ちょっとタイミングによっては一方勝ちしたりすることもあるので。ああ、なるほど。さあいつの間にか溜まっていた。そう、あのね、ハッハッハーってやってればね勝手にゲージ溜まっていくから本田は。ドスコイ、ドスコイならず、そう、ほらもうゲージ溜まった。うわ、まあゲージ溜まってもまあ、そう、ドスコイ、ドスコイ。わあ、厳しい。ただちょっとなんか大ハリテが出てないのかなみたいな。じゃあ藤沼ゲージ溜まってない。あ、やばいよこれ。あるか？あったー。あったこれ。ちょっと今。さすが。ファイナルにはならなかったが。これでザンギに負けたことないホンダをこれで倒してるんですかね。さあダイナミットパンチを読んで、あ、引っかかって隙で押し置く。恐ろしく隙が長いですね、やっぱあれは。そう恐ろしく隙が長いってんだからね、もう対策でやってもちゃんとビデから返されるっていう。だったらその分ダメージとかね追加してくれよみたいな。もうただまあザンギの立ち台パンチってピオリチはすごい高いので、あ、まあそれぐらいみたいな。まあそれぐらいくれよあってもしょうがない。さあおかま、おかま、さあおかま、おかま、そう回っても、おー、そうそうそう、ゲージがもう無理はしない。さあ地獄好き、おかま、あー、おかまじゃなくて待ってるんですよ。どうすんだよーって感じだ。これで 1P 側は1回も出てないのはバイパーさんだけですね。まあ2回目行っても、まあ、あとは行きたい人が別に行きたきゃいいし。さあちょっとまあワンピー側がちょっともうなってましたが、まあここでまあワンピーが最後の
1巡目バイパーさんが X グリーで、そうですね、これちょっとまあバイパーさんはさすがにちょっとサブなんで、はい、きっちり、あっこれはおーっと3段さあ HPO21 だが、まあここで、うん、なんかコメントが竜ワンピー、ハテンコさんは今日はあのあれです、あそうですね、いらっしゃってないですね、そうですね、家みたいなもんなのにないですよここがね、出かけてるんですよ、出かけてるって、まあどっかのゲーセンってことですかねいや、ここ家なんで、いないってことは出かけてるいないってことはやっぱ出かけてるんで、ここが家だ、そういうことね、さあ、なんかホンダ戦はみたいなことをおっしゃっていましたが、もうバッチリな感じで1ラウンドを取って、いやでも太陽型やっぱ1ラウンド取っても全然安心できないですからね、これ何回も逃げ切るのは結構難しいですよね、そう、そういうのね、何回も見てるよ、ほんと、あーっとガードしてしまって、もう7割以上削った、これはあるのか、この間合いダイヤシーキッチリ追っ払って、ちょっと、あーやばい、ちょっと近かったこういうこと、あーっとこういうことか、重ねて、あの、あー、こういうことか、こういうことか、こういうことだ、飛びが通って、ズッキーこういうことだこういうことだこういうことなんだねそういうことか、華麗に取っていきましたね、ね、さあ波動が、さあすぐ画面端、あー大パン当たって飛びが内足にかかって、中心で投げに行ってからの発砲、おーおーやっかん、こんな感じになっちゃいますけどね、やっぱりなるほどねこんな感じ、まあとりあえず 1P 側はそうですね、回り終わりました、回り終わったので、あとはもうメインキャラで行きたいとき行きゃええんやでと、おコテが、おおおお、椅子をもう投げ出してまで怒り狂っている、コテが怒り狂っている、何しとんねえぐらいな感じで、わしが見せたるわぐらいな感じで、もうさあ川しめだ、まあ本人すごい至って笑顔で笑ってますけどね、みたいな、コテ、コテくんが行きましたね、ね、ここでメインの、でもこの組み合わせどうなんですかね、サガットホンダって、サガットがちょっと有利だとは思いますが、まあちょっとじゃないかな、だいぶ有利かな、だいぶ有利かな、うん、7-3 までいかないかもしれないですけど、うん、まあ 6.5 の 3.5 とかそれぐらいあるかもしれない、ね、あーでもこれ下っちゃうんすよね、下タイガーに、散々上タイガー出してたのになぜか下タイガーの時だけドスコイを出すと、あージャンプ中スキック強い、あさあここは読み勝って、ただ繋がらなかったが、さあ球の打ち方がねすごい難しいんですが、うん、まあ球打てちゃえば結構サガットペースになるんで、おっと今のさあバックジャンプだけ相打ちだが、さあプレッシャーをかけてくる、さあどうする、さあ鬼無双一発当たれば死ぬ体力、バックジャンプ見てからでしたね今やりますね、できる、さすがにあの状況でも、あのタイガー見てから大いちょう出しても、まあ一発カス当たりでタイガー出されて、ね、アパが出されておしまいみたいな、上タイガー、おー上タイガーを踏んでしまって、上タイガーでじっとさせて時間を使うという、さあロストヨガードは、さすがに確かに球の打ち方がうまい、飛んで近づくか歩いて近づくしかないんで、おいい張り手、バックジャンプはちょっと引っかかってからの、お尻お尻ガーフだったのかな今のは、ピシッて当たったぞこれ、あれジャンプの上りのお尻を当てに行くような感じすると中段になる、なるんですね、まあまあ飛びだから中段だよねみたいな、もうちょっと近いと中段のタクになるっていう、ほう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 、体力もあと一発で死ぬんだったらあれはありだと思いますけど、なるほど、あとなんだろう、アパカ出してても相打ちになっちゃったりするのかね、あの前だとっていう、あーありますねアパカね、引き付けが足りないと、さあただ第3ラウンド、あーっと玉打ちがうまい、さあここは玉で体力を奪っていって、さあドスコイ来たらバックジャンプという構えで、あーいいナイスタイプ、今もでも大いちょう出てれば、大いちょうじゃない、あのスパコンで100巻、あのスパコン出てたら抜けれねえか、あ鬼無双っすか、鬼無双、あ無理だ、無敵がないから無理か、うん、さあここで 2P 側はデレルデレデレローの、ね、下がもう回んねえよ、デレローね、 X ルーね、もう
さあリュウサガットはいい勝負になるはずです。さあどっちが強いのか。さあデレロさんはねいいかなりセンスのある動きをしてるんでね、対空の大昇竜とかうまいよね、うん、あ今は大キックになったけどもまだね X 本格的に始めてからそんなに時間経ってないんですがね、あいい飛びで絡んだ。おーさあここは読み勝ち、投げが通る、やりに行きますね。あと X サガットってね、X 竜が真空ね、ほら下タイガーに合わせたとしても、はいはい、一発当たってそれでそのままガードみたいなね。そうですね、うん、まああえて真空をもう打たせて安く済ませるっていう、そう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 、そういう行動、中で竜側がゲージを持ったとしてもみたいな。うん、さあ、内野手、返し対空、いい判断。さあ、第3ラウンド、お、内野手第1、ダメージはほぼ同じなんですね。飛び、おーっと、飛びから内野手がガードして何もない。今なんだろう、大ファイヤー波動とか、あれはね、もう大大入れ込みながらこうガードの終わり際にやってないと間に合わないです、うん、ああなるほど。おシンク、おーその場合だと、これは前段ヒット、まあね、やりおる。さあちょっと距離が近かったからですね、あれは。あ確かにそれはあったかもしれないですね。さあデレロリュウが勝利で、ワンピー側は今ウネが、さあウネが着席。さあ流線は相当やっているはずだが、まあここでメインのガイルですね。さあどうでしょうか、ガイル流、まあ、自分どっちも使わないからね、このカードが黄金カードだとか言われてもなんとも思わない。普通やってんのに流を使ってねえ、うん、使う気もないし、たまに触ってあげてよ流ね。ないっすね、たまに触るのがさっきのベガみたいな感じですからね。いい大昇竜、あ投げに行ったところを、まあ、ウネが投げ返そうとしたら、まあ、リフトなアッパーになったみたいな。さあ裏剣、おお、ああいう状況だとね、真空がないとねプレッシャーかけれないんで、ねえ足こいつめられちゃうと、ガイルが有利になっちゃうかな。さあ勝利出ない、おお飛び方三段で、さあなんとか竜はゲージを貯めたいですね。こうやって飛び道具の打ち合いになればね、ゲージが溜めやすいので、うん、そうですね、波動を打って、あーまた昇竜が出ない、出ないガードになってしまう。さあ飛んでいく、あもう昇竜出ないと思う。さあ見てデレローさんが縮こまっている。なんか繰り返しになってたけども、さあこれはウネがやりに行った結果、さあ体力ガンガン奪ってウネが勝利。さあ 2P 側は誰が行く、は長州さん、おしゃれ丸さん、タコ様、小江戸さん、とりあえず自分はまあガイルだから、まあ後でいいかなという。中島さん、さあ座ったのはおしゃれ丸さん。あなるほどね、エキシビジョンがないから早めに行かないと試合できないよと、の試合やってる場合じゃないよ。おしゃれ丸、おバルログ来ましたね。まあさすがにここでホンダを出すあれもないでしょうからね。しかしガイルはね、はい、結構バルログいける方のキャラなんで、うんね、そんな気はする。やっぱ昔の段位戦とかでね、マオバルと無敵ガイルみたいな感じでね、まあまあまあ、すげえね、感じだったから、あのレベルがかなり高すぎて、まあね、手の届かない位置にいますけど。さあめくりに行く、ウネガイルはバルログ戦はそこまで経験値がないと思うが、さあどうだ、おーうまいな今、おあえて爪を取らないスタイル。さあ爪を奪って、あー半角伸ばして、しかし投げたのはガイル、ちょっと早かったね、ボタン押したのが。爪に近づいていく、爪取れるぞ、取らない、あえて取らない、あー取らずにそのまま死ぬ。前飛び暗い投げに行ったのかな今かな、繋がりましたね今。さあおちゃる丸さんが死んでしまう。残すは長州さん、デレローさん、あデレローさん死んだ、タコさん、そう、タコ様、小江戸さん、ヒデ君、ヒデ、坂本、中島、中島、お中島さん、
ここで坂本、坂本くんのエクスサガットですね。サガット外野戦ね、うん、難しいですよサガット見たいね。お、マイク持つかじゃん。お、小手くんが帰ってまいりました。いやこれ、うねのガエルマジムカつくんですよね、サガットやってマジムカつくマジムカつくガエルが一本取っているぞ。マジムカつきますよマジでムカつきますよ、これやっガイル側ね、さっき俺ガイル使ってねあのサガット戦やりましたけど、あ、はい、結構ねガイル側もね簡単ではないんですよね、これ。そうですね、めんどくさいですね、うん、なんかこのなんか血は刺さるし、まあなんか刺さりますねなんか刺さるのはムカつきますね。なかなか球をね打つ機会がこうなかなか取れないのがまあもどかしいところですが、ほんまムカつきますからね、こいつのガイルは下がってるムカつくガイルがラケンさあ飛んでいく、あほらこれ坂本サガットがウネガイルにやられて、おーさあマジスーピーがだいぶ減ってきましたよ。レバーが斜めに常に入ってるんで、さあなんレバーが常に斜めに入ってるから、ヒデ君、小江戸さん、タッコさん、マチョウスさん、さあガイルに行けるのは、ベーガー、まあ、ヒデチュン、まあ、中島さんが同キャラで行くかな。ここは小江戸さんが座って、あベーガーだ、さあベーガーですね。さあガイルはベーガー戦難しい部類に入ります。あさあこれが裏切るさあ投げたのはベーガー、アントビーはい、サマー。さあ、ここはすかして。コンボはできなかった。入らなかったが、しかしこの体力さ。さあ、大剣一発で死ぬぞ、これ。まあ、空対空。あっと、当たらない。ごちゃ、空中でごちゃった。これは2位ミサイル。なんと、空対空、中キックで、小江戸ベガ一本。素晴らしい。さあ、開幕、ホーバー。ホーバーが相打ち。あ、だから長い返しだ。投げ。最後にはソニックが噛み合って、さあ画面端は、さあ対空、大足が対空にならない、逃げ方がおお、上りジャンプコキック、ジャンプコキックあー、サマー当たる、あっ、空中投げ、うまくいく、うまいって言いづらいちょうどタイミングがぴったしあったんでしょう。さあめくりにいく、ガードホーバーはソニック当たって、さあどうなる、面白いガード、歩いていく、さあバックジャンプ、さあ腕がしのいでいる、さあ2歳でガダが投げ返し、投げ、さあ腕無双、さあ残すは中島さん、ヒデ君、タコ様、長州、さあ座ったのは長州ちゃん、長州ちゃんです。さあ TBS 裏切りのジャンプライパン、中キック、ジャンプコパン、ジャンプコキック、いろいろあります。その全てが何で裏切らせるのか、その全てがやっぱ長州さんなんだ。そうですね、一回なんか動きおかしい時ありましたね、ライパン、サガットでやってる時もそうだったんだけど、つかみ、なんかとりあえず空中飛んで竜巻でゲージため出して僕のサガットでやってる時に出っ歯出ないじゃないですかこの人なんかゲージ溜めてね、あんまりゲージ、あ、大昇竜で、ゲージ、ゲージ溜めてなんかゲージ溜めとしてるんですけど全部タイガーショット食らってるんですよ。これはちょっと面白く出っ歯出た、出っ歯出た、ちゃんと出た、今のはしっかり待って出しましたね。さあ、ダイヤシのさあ、ウネガイル情熱の大陸、さあ、ここはダブルスサマーガードは三角がダイヤシ、昇竜拳、さあ、ああいうことを狙っていくのが長州スタイル、ああ、今、相打ちで死んでたかもしれない、さすがに、とっさは難しい、
さあ球の打ち合いして波動拳波動拳危ない危ない画面押していくあ頭上裏剣がブン普通にしゃがんでましたさあウネ無双を止めたのは長州剣でしたワンピー側クレジンさんが座ってさあウネ君がこっち戻ってきましたねクレジンさんさあ牽制はね結構うまいんですよクレジンさんあ本当ですか、はい、TBS ね一回あの間違えなければあはいあとはこのモードをなんとか逃げ出せればうーんおー投げたさあファイヤーにかかってここからあるよクレジンクレジンダルシもあるよそれはカスプライでダイヤシャガードしてファイヤーにかかんないあーあ何がしかが相打ちですかここは長州さんのプレッシャーがクレジンを画面端にもやっていくあカクカクとした動きでプレッシャーをかけて前に歩いていくおーおーなんだ今の歩いてコパン出しましたね 今何か仕込まれてましたね今のはゲームのシステムにいじったらしいね。なんかレッパー、なんかレッパー、なんか投げられた。これは CP。昇竜拳。これは投げ。ここは長州さんが押し切って。いらっしゃい。ワンピー側は。あ、松木さんです。松木さん。さあ、下がっと使いの松木さん。なんかレッパー出た時なんかアートが言ってるけど。なんでやねんって話、ちょっと判断迷うところですけど、まあ、あまあちょっと受け付けがやっぱりどうしても連打してる地上で投げを狙ってるとねああなっちゃうんですよねああなるほど大パンチさあこれは確定ですねリキーラリアット炸裂しましたねラリアットラリアットですねあれアッパーだったあれラリアットですからこれサガット剣はやっぱりサガットはやっぱ勝ちたいですねサガットそうですねちょっと有利つくんで 7-3 か6-4 7-3 あるかもしれないですねそうですよねかなりありますねこのモードになるとさあこれなんですよこの竜巻でゲージ溜めようとしてたんですよ前、はい、でも全部弾食らってて面白くてそれで面白くてなんか笑ってたらなんかいきなりあの小足で飛んできて小キックで飛んできて体育ミスったと思ったら出っ張り死んでなんだよこれと思いながら突然クションキックで飛んできてアパゴあ飛んでいくさあ波動拳波動拳お互いのジャンプライケダイヤシオガールドとってもうなんかなんか怪しいな今竜巻出したのかなちょっと目が離せないですねちょっとさあうまいさあ大上タイガーをを避けて聖剣伝説あー食うぐらいさあ画面端はやだ竜より山山であー重なってこれはやっぱは削り切れないですねあー逃したーこれがダメなんですよねあれは強格ですよね中キック大パンタイガーで多分そうですねなんかあのあれの反撃は、はい、あの中キックの方がいいと思うんですよね中足あの中パンだとほと、はい、なんか空中ヒットになっちゃう時があるんですけど、ええ、中足で下段から指導すると、はい空中ヒットにならなくて安定するんですよねあ、まあ、逆にちょっと発生が遅いんで、ちょっと遅れるとダメだったりするんですけど、まあ、どっち地上で重ねるのはね結構シビアなんでああですねでもあれなんか中足だと結構安定するんですよなるほどさあ座っていったのはハイジンリュウハイジンさんハイジンさんはねだいぶ球の打ち方もだいぶ上手くなったんであさあいい勝負になるでしょうさあ長州さん代々いい選択ピオラないピオレオと文句言っているさあ真空がチャージされて画面端かなり竜有利ですこれさあ真空出ない真空出ないさあここは昇竜出なかったがここは膝ここは出ない出ない長州さんっぽい長州さんっぽいごまかした長州さんっぽいな怖っ怖っ怖っ今のはちょっと放送事故でしたさあめくり竜巻さあ中足で暴れた昇竜拳エスパー昇竜拳で避けたさあ昇竜2連発、ね、
さあ飛んでいくが昇竜拳の押し置き、ここは裏に竜巻で裏に行く。さあ欲望の飛びが使ったが痛いことが起きない。昇竜拳きっちり先手しっかり出ましたね。さあ長州さん、これちょっと波動の仕方、波動をいっぱい打って負けたくない。飛んでいく。さあ昇竜拳ガード、波動拳うまい。おうまい、2発目にいいな。状況的には最大に近い。さあ来た、長州来た、これだ。さあナイスガード、優しくコパンで触った。これは昇竜間に合う。投げー、まだ死なない。さあこの状況から投げきっちり受け身を取る。ゲージが溜めたい、もうちょっとで溜めたい。レッパーが漏れてなんか変なことが起こりそう。あー、ここはガード投げやる。おあるよ、1回あった。ここまで来たらワンチャンある。あー、波動一閃狙いすぎたか。さあ、2P が長州さんの頑張りでライブをついてきて、ここに出てくるのは藤沼くんかな。藤沼チュンリー、藤沼さんですね。さあ膝が、あ、お互い、お互い膝に、なんだ今のは、なんだ今のは、無敵技がクロスった。危ない危ない、投げ返した。竜巻で暴れた。ここは二度と削りかな。ガードしてから後出しで、DJ のジャンとかも後出しの人だから。あー、受け身がない。あとは一戦、歩きを整えた。さあ、ここガードして、コパンを、長州来た。長州さんがコパンと押せかかる。投げ返された。昇竜出ない。あー、ここは消化されて、まあ、昇竜多分音的に入力してると思うんですけどね。昇竜出てれば当たって勝ってたですね。筐体からどっちゃんどっちゃん音聞こえてるんで、擦ってるでしょう。すごい音が聞こえてるのに、なんかコパンピッとか出てたりするんですよ ね。あれはもう一種のペイントに近い。んさあ先手を縦にして前に行く。あ、なんか上から行ってごちゃっていった。さあここはガードになる。さあ中足、さあもう一回貯めるのは、ゼルマチュンリー貯めるのか。とりあえずこのゲージ、このやつ、このゲージは1回目のゲージは体力半分で済んだ長州さんですね。でも画面端に連れてって投げた。バックジャンプ、お、間に合った。飛び、あそこで中足まで入っちゃうんだな。あっ一瞬の判断の遅れが、そうですね、一回見ちゃったら。さあ 2P が残るは3人ですね。タコ様、ヒデ、中島。さあクレジットが入ってないのかな。さあ出ていくのは中島さんっぽいですね。あれはですね、メインキャラでしょうか。さあ 1P が残りが 1,2,3,4 人、 2P 側が3人。さあ、さあガイル、 2P 側中島ガイル、これどうなんですか。これダイチュンリーはいい勝負ですね。あ、いい勝負ですか。はい、ほとんど知識ないけど、僕はこれどうされちゃう。これはそんなに一方的な試合にはならないですね。あー、ちょっとガイル、なんかあんまりなんか言っちゃうとなんかガイルスカイが起こりそうだ。あんまりあんなんか声を大にして言えない。きっちり裏剣。さあこれは出際、出際にストリック、後ろそばっと耐久になっている。さあこれ、ここは全体ヒット。ガイルは先列があんまり当たりづらいって聞いたんですけど。そうですね、あそこまで近ければ入るんですが、 あでもさっきのもあまり先あの脚列の部分が当たりませんでしたね。変な当たり方するんですよね、ガイルは。関係ないですけど、サガットもジェノサイドが絶対フルヒットしないんで。あ、サガットはね、あの残念なコンボですね、あれね。そうですね、どうもそうか。めくりから3段取ってペーピオレ寄りまで行った。これがね、これがあるんですよね。さあ、かっこいい。チュンリーめくられるとね、本当表裏見えづらいんで、あれ。そうですね。プラス戦列が、全体ヒットすることほぼないということで。サマーバレー。はい。お、シューキック。シューキックでめくった。シューケーめくり。シューケーめくれるんですね。普
通のキャラみたいでしたね、中キックでベクって。あー、俺か？いきなりどっかのラジオみたいに開幕ため息やめてください。え？開幕ため息やめてください。あー、すいません。謝ってないから。さあ、出てくるのはカワシムダルシム。 8.5 対 1.5 やろうぜと。あああれね、上り台系かな。今のはちょっとした意思表示に済んでしまった。ガッツポーズです。さあ、これでかなり苦しい画面端。どっかで紛れを起こさないといけないんだが、やはりダルシムはかなり苦しい。そうなんだよね、この距離何でも相手つられる。厳しい。全てでいいわ。前飛びしても多分要件。ああ、厳しい。ドリル。これは思ったら距離を詰めようと思ったらドリルだと思いました。踏める場合はね、とりあえずやっぱね、前そばバックそばとうまく使いながら確定反撃をもらわない位置取りでソニックを打って動かすが正解なんですけれども、やはり川島さんもそれ分かってるので、こちらへ来た。今の2ヒット大正解ですね。サマーは多分当たらないかちょっと微妙な感じだったんで。あ、本当ですか。まあ打ってみてもいいと思うんですけど、その後の拡散多分そんなに高くはないと思うんで、ダルシム側は。あ、まあトライした結果っていう感じで、あの子は足がきつい。さあ、何もしてくれない。あ、で、アイアシ入ってソバットからダイヤシ。ああ、そうなんでね、前ある企画に。さあ、相打ちにならなかったわけ、ちょっと幸せ。ああ、我負けるキャラさん。まだあるよ。あ、なかった。あ、もう一丁同じタコ様行こっか。俺大将でいいよ。どっちでもいいよ。俺副将いいよ。さあ、大将はタコ様にして、ヒデさんが逃げました。僕一人だな。まあ、あと2キャラだし。ヒデさんの X3 に来ました。これは結構ヒデさんもやってる、人もやってるし、キャラもやってるでしょう。いきなり画面端に連れて行かれた。そう、辛いぞ。ゲージが、あ、ヒデが動かない。金縛り投げ返された。だゲージがまだ半分しか溜まってない。あのヒデさんのゲージが逃げたところを止めた。うまい。インフェルノ重ねて、コパン重ね、ドリル膝。さあ、最後の削り一ドットだけ残っている。これ最後の、ドリル。見てからドリルでした。なんだ、頭から突っ込んで、これがかまって、あっ、あ、ヒデ、酒入ってるから動きがあまり良くない。そうですね。相打ちを重ねて、いつものキレはないか。うん、あ、これは着地に確定した。着地にフリーヒットで確定した。そんなことってなんてひどい。さあ、キャグレスってのが上蹴りは投げて大パンチ、オーラパンチ、オーラパンチ、ファイヤー打っている。頭から突っ込んで相打ち。ドリル、見てからドリル。きついなこれ。さあ、ゲージを貯めたが三角、あ、うまい。おー、当たらない。読んでジャンプで避けた。インフェルノ、が残って痛い。おーおー、どうなる。やばいやばい。あー、きつかった。こっからあれ、さあ、え、これで終了。あ、そうですか。あ、え、はい、というわけで、ホーディブの東大戦は あれあれあれおかしいな。
いやーやっちまったわ、しゃあない。さあさあ、大将青木サイクロン、違う、これどうするんですか。なんか周り静かになったんですけど、一気に。いや、みんなのじ合い急に始めました、ね、だって終わりでしょ、これ。ビオラされて、ビオラされる、はい。ああーあ、逃げるんですか。コマミスだが優しい、優しくないね、もうこの状態だから。そうですね、これ慈悲って感じですね、今。優しくなかったね、優しい。ヨガファイヤー、ヨガファイヤー、はい、うまい、ね。さあ、タコ様1点で終わるのか。大将が1点で終わってしまうのか。もうあのね、川島さんもね、1点で終わらす気満々ですね、これ立ち回り。そうですね。1点にリーチがかかっているこの男。500点入った。500点から投げていく。2000点スクリュー、台足、おーありそう。あるな、あるぞこれ。さあ、1点から21701点までアップ。しかし苦しい、苦しい、1点だけやはり苦しい。さあ、時代が来るのか。コメントでも来てるぞ、時代が来てるぞと。タコ様の時代が来る。タコ様の時代が来なさそうだな、今のところ。いや、わかんないですよこれ。そこで諦めたら、ああ、うまい。ああ、いや、こんなことで諦めるタコ様じゃないから。絶望に抗えるのか。あー、抗えない。さすがにって言われる。まあ、1ラウンド目、3ラウンド目は1点でしたね、完全に。そうですね。はい、というわけで本日エキシビジョンなしですね、時間の兼ね合いで。あー、というわけで皆さんの試合楽しんでいきましょう。というわけで本日はワンピー側の勝利です。おめでとうございます。ありがとうございました。あ、そっか、試合100円だった。はい、というわけで本日は以上となります。沼さんが突っ込んでた。今日のコメントどんな感じ書いてあったんだろう。喋るんですか。うん、喋んなくて大丈夫だよ。のじゃやりに行って平気。ヒデさん、この間スポットの話してうるさかったから。あ、そう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 。大体合ってる。あ、うまいな今の。あ、いい。あ、あれ、あー、ブラスト。とりあえずさっき開幕くらいでディスクアップ勝ってますかっていう感じのコメントをいただいたので、ディスクアップ今月もプラスでございます。あ、今投げれたな、うん、お疲れ様でした。いやいやいや、あのね、俺3段逃したのが完全にあのね、勝機をこぼした、うん、酔いは冷めてたかな。あのね、シンフォギアでいうところね、勝機をこぼせな、掴み取れって言ってドゥーンっていう感じで。もうね、そんな感じでした。あの3段決められなかったの、高めに中継当ててしまったのでね。ああ、だねだね、なんかね、ヒデらしくなかった。まあ、しゃあない、うん、もうね、先もだいぶ抜けたんだけどね、うん、まあもうね、今日はね、疲れた。あーあーっと、今も繋がってなかったけどね。いや、あれね、でもね、被災者なんだよ、8K100 です。ーガードかどっちか分かんない、その、今の着地ってすごい難しくて。はいはい、食らってたけども。そう、とりあえずね、擦るのあり。はいはい、チュンリは擦ってもよしなんで。ほう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 、なるほどね。ほう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 。あー、ダルシムのチョップがね。へえ、なるほど。まあ、なんかよく分かんなかったけど、まあそういうことみたいですわ。あー、そういうことね。対空が中スラだと中キックで死んじゃうから。どんな感じのコメント来てるのかな。立ちチョップでチュンリーの飛びを落とそうとするんだけども、ジャンプ中盤だと負けてしまうからと TBS が怒ると。なるほど、まあ今日はそんな感じですかね。そんな感じか。今一通りコメント見てます。
ヒデさんオールなんで最近ディスカップ買ってるのかな。はい、さっきも言いましたが買っております。まあ神台ですね。さあでもね、俺明日打ちに行くからちょっと早めに撤収しよう。今日はヘル超気持ちよさそうな顔してる。何何引いたの？え、それ ART 中でしょ？ ART 中はフリーズしないから。うん、AR 3桁だとエピボプラス天国以降確定。いやでもね、思うんだけどね、やっぱねエピボスクってねでかい。あー、256分の1かな、 0.39%。 はい、ワンピーチーム写真撮ります。もうみんなノギアイやってる。撮るよ撮るよ。汚い大丈夫、みんな良識ある大人だから笑って許してくれるきっと。そうね、それは大丈夫。あー、不縁暴れ、それ不縁だ。5フレ発生の壊し、5フレ発生の壊しからの5フレ発生の100列。あ、4フレか。あれね、もうちょい歩いて壊しの発生前に出してればワンチャンある。いやでもね、あれ難しいね。ああうまい。あー強い。転生はから、あーなるほど。うわっ、うわやる。あーそっち、あー、あれちなみにめくり立つ巻きしゃがみ台足波動拳、戦列維持してたら割られます。要注意です。竜使いガードがきちんと できてたら。そう、正解。そうね、まあ、もしくはめくりたつまき生シンク割られない、ギリギリ割られないかな、理論上は。距離による。うん、あ、そう戦列がね、マジで強いからね、いい技。あー、高め踏みつけ、それはね逆にびっくり。この発想はやばい、確かに。
Thank you.
Yeah.
Round 3, fight!
です。